カレーは安くて美味しいです。Today we are going to learn this sentence. カレーは安くて美味しいです。We studied そして before. Today we are going to learn another way to connect two sentences. Using くて connect two sentences.In this sentence pattern, drop the e from the e adjective. 新幹線、新幹線、早い、早い、便利、便利。Using そして、新幹線は。早いです。そして便利です。新幹線は早いです。そして便利です。友人くて新幹線は早くて便利です。新幹線は早くて便利です。マリさんマリさん、若い、若い、かわいい、かわいい、友人、そして、マリさんは若いです。そして、かわいいです。マリさんは若いです。そして、かわいいです。友人くて、マリさんは若くて可愛いです。マリさんは若くて可愛いです。First sentence お寺、お寺、大きい、大きい、きれい。きれい、友人、そして、お寺は大きかったです。そして、きれいでした。お寺は大きかったです。そして、きれいでした。友人、くて、お寺は大きくてきれいでした。お寺は大きくてきれいでした。ジェイソン1、田中さんを知っていますか？田中さんを知っていますか？はい、知っています。はい、知っています。田中さんはどんな人ですか？田中さんはどんな人ですか？田中さんは優しくてハンサムです。田中さんは優しくてハンサムです。シチュエーション2ソニーのカメラを買いました。ソニーのカメラを買いました。新しいカメラはどうですか？新しいカメラはどうですか？小さくて使いやすいです。小さくて使いやすいです。練習しましょう。Example: Please connect two sentences. 安い安い、おいしい、おいしい。Answer is 安くておいしいです。安くておいしいです。Answer 小さくて
かわいいです。小さくてかわいいです。アンサー、大きくてきれいです。大きくてきれいです。背が高くてかっこいいです。背が高くてかっこいいです。アンサー、花が多くてきれいです。花が多くてきれいです。宿題、異形容詞、な形容詞の復習をしてください。異形容詞、な形容詞の復習をしてください。今日の勉強はここまでです。See you next lesson. Bye bye.